今日はですね、京都環境フェスティバルの企画で、京都の、僧侶の方と、神職がですね、神と仏と共にある暮らしの中から、自然、環境、それから、命について、語り合うという、そういう企画で、ございます。ちょっと素敵な場所にいますけれども、ここは、バースタディオギヨン社というところになります。それでは、よろしくお願いします。亀岡の新福寺というお寺の住職をしております三林光天と言います。よろしくお願いします。以前、外国人の方が、新福寺に来られたんですけども、その時に、Google で新福寺を調べたら、Google マップに新福寺は載っていなかったと。で、これはぜひ新福寺に行ってみなきゃということで、やってきましたというふうに、おっしゃった方がいらっしゃいました。それほどマイナーでとても、何もないお寺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天野玄雄と言います。お寺は洛北大原にあります実行院というお寺です。天台のお寺ですけれども、かつては大原の私のお寺の周囲は大源寺大原寺という一つの大きな寺院組織で、その中の僧帽の一つとしてこの実行院というお寺がありました。このお寺は天台宗廟といって、仏教音楽を代々受け継いできたお寺ですけれども、そちらの住職として6年前に入ることになりました。そもそもは私山形のお寺の生まれで長男だったんですけれども、そちらのお寺は継がずに比叡山延暦寺の方に修行に上がりまして、その後ご縁があって今の実行院の方に入ることになったというようになります。京都は東山霊山にございます黎明神社の村上と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。黎明神社というのはですね、ちょっとその珍しい神社でございまして、神道なんですけれども、お葬式をする神社ということで、神道 の、 あの墓地も持っているような、あのそういう神社になります。で、あの歴史で言いますと江戸時代の後期になるんですけれども、文化6年ですね、1809年に、創建されるんですけれども、また当時は徳川時代で、いわゆる寺受け制度、檀家制度というのはございましたので、神道ではですね、お葬式というのはできない時代なんですけれども、それをなんとか神道でやるという、いろんな苦労があったんですけれども、それがずっと今にもまだ続いているということでして、でちょっとね、歴史的に面白いというのちょっと言い方おかしいですけれども、あの幕末の頃にですね、いわゆる勤皇派の志士の皆さんとですね、思想的につながるということがありまして、あの黎明神社ではそういう志士の皆さんのお祭りごとですね、お葬式をしてお墓をお作りして、その御霊をお守りしてきたという、そういう歴史があるという、ちょっと少し普通の神社さんとは成り立ちが違いますけれども、そういう神社の神職でございます。まず宗廟というのは仏教音楽なんですけれども、お釈迦様がお説きになった教え、これに節をつけて唱えるものなんですね。でお釈迦様がいらっしゃった生きていらっしゃった当時からもうすでにあったそうですけれども、もともとは2つの意味合いがあったみたいです。一つは当時は、口伝えで教えを伝えてましたので、お釈迦様が説法されたことを一字一句間違えないようにするという、暗記術として、でもう一つは説法をする際に、来られている聴衆に対して興味を引くというような、
まあ、意味合いが大きくあって、そこからだんだんとこう形が変わって、法要儀式として定着していったのが今の称名といわれるものになります。大まかな歴史でいきますと、実は奈良の称名、南都の称名が古いんですが、これが今の奈良に伝わっている称名に直結するかというのは実はよく分かっていないんです。で、系譜としては、奈良の称名がまず古い時代にあって、大仏開眼法要の時なんかは、東南アジアとか中国からたくさん の, あのお坊さんが来て、称名を用いた法要が行われたというのが、もうあの東大寺要録という古文書に残ってます。で、その後に今の系譜にきちっと確実につながってくる、ものとしては、平安時代に慈覚大師円仁という方が日東して唐へ渡られて、そこから比叡山に持ち帰った称名が今に系譜としてはつながってきますね。実はですね、神道 の, あの葬儀のお祭り自体は通常やるその普通のお祭りとそんなに実は変わらないんですね。実は変わらないんですけども、でその仏教の場合の考え方と神道の場合の考え方、だいぶ多分違いはあると思うんですけども、神道の場合は人が亡くなった時はその神さんになってもらうとかね、その霊肉二元論で魂、御霊は永遠に不滅だというふうにこう考えてまして、その魂が行くべきところに行くように、隔離用とかですね、読みとか、いろんな言い方はあるんですけども、その世に神様のいらっしゃるところに行くようにということで、神様になってもらうためのお葬式という形ですね、神道葬祭というのをやるわけなんですね、はい、ですんでその、輪廻転生とかそういうこう生まれ変わりとかっていうのは基本的に神道の場合は、原則ですね、原則あまりそういう考えはしなくて、で神様にこうなってもらったら、いわゆるその子孫ですね先祖の神様になるということですので、子孫たちを守ってくれる見守りの神様になるということで、先祖さんのこの神様の御列に加わるという、そういうニュアンスがありますね、神道の場合はね。だから先祖崇拝という、神道の自然崇拝という柱と先祖崇拝という柱もなるんですけども、で先ほど言いましたように、御霊は永遠に不滅というふうに考えますので、お葬儀終わったら終わりじゃなくてですね、その後もここは仏教さんとも同じなんですけども、ずっと法要続くと思うんですけども、神道も10日祭とか20日祭とか、10日刻みで50日祭まで行って、50日祭で大体納骨するんですけども、その後も100日祭とか1年祭3年祭5年祭、年祭とは毎年される方もいらっしゃいますけども、ずっと続いていく。それはお祭りするときに神さんに降りてきてもらうと。だから亡くなられてそれで終わりじゃなくて、こうずっとこう亡くなっても、ずっとそばにいらっしゃっていただくというか、そういう神道のお祭りになるんですね。神道の場合はですね、人の死をですね、汚れと見なしてきた歴史がありますね。だからこそですね、神道ではお葬式はしないけれども、代わりに仏教の方でお葬式をしてくださっているという、ある意味ではこうね、うまく役割分担ができたことによって、神道も仏教も両立できたという側面はあるんですけども、そのあまり死に近づかなかったはずの神道が、どうしてお葬式をするのかというところだと思うんですけども、いろんな考え方はありますけれども、私たちが今ですね、どういう考え思いでやっているかというところですけども、日本書紀とかにもですね、実はお葬式の様子を描かれている一面もあったりして、全くその神道でお葬式をしなかったというわけでは、なくてですね、もともとはそういう神道といいますか、先ほどおっしゃった土着のね、それぞれの地域でやってたような風習と結びつくような形でですね、おそらく葬儀もやっていたんだろうなというふうに思うわけですけれども、昔はですね、死に近づくことによってこう死がうつるというかですね、いわゆる感染症とか、そういうことかなというのもあるんですけども、
その死に近づくことによって自分が死んでしまったらこれは良くないということで、特に身分の高い方がそういう死に触れてはいけないということで、死の汚れというふうになっていったという経緯があると思うんですけれども、で私たちの場合は人が亡くなった時には神様になるというふうに考えてますので、決して死そのものが汚れではないというふうに捉えています。で、何をもってその死を汚れとするかという時に、さっき言ったようなその死が誰かに移ったりとか、あるいは誰か大事な人が亡くなった時にとても悲しいとか辛い思いをする、これが気の汚れになると、これが汚れにつながる、これを何とかしたいなという思いでこうお祓いをすると、でその死の汚れを払って、亡くなった方は神様になってもらうように、それから身内の方ですね、ご遺族ご家族様の深い悲しみとか苦しみとかを少しでも払って差し上げたいというか、ね、払いたいという、そういう気持ちでお勤めさせていただくわけなんですけれども、ですんで、死は汚れとはいうもののですね、そこをなんとか払いたいなというような思いで勤めているというようなことですかね。京都にいるとやっぱりこう御霊神社があったりだとか北野天満宮にしてもそうですけれども、やっぱりこう御霊信仰、怨念を持って亡くなった人を神様としてきちんとこう弔っていくことで、力の強い守り神になってもらうというような、考え方ももちろんありますし、で祇園社にしてもそうですけれども、やっぱり疫病であったり災害であったりそういうものですら神格化していって、それをこう崇めてきちんとお祭りすることで今の我々に害が及ばないように、で同時に守って守護してもらえるようにというような、そういう考え方がすごく強いんだなというふうに思うことがあって、やっぱりそういう何て言うんでしょう、古来からの日本の日本人のそういった感覚なんですかね、そういったところと何て言うんでしょう、黎明神社さんのその弔いの静止感死生観っていうのもすごく共通する部分があるのかなというふうに、感じました。ありがとうございます。そうですね、特に昨年はコロナで行祭りもねできなかったということもありますけれども、今おっしゃっていただいたように、その、日本人のそういう、感性というかですね、今みたいにその科学が発達しているわけじゃないですので、それがウイルスのせいだというのは分かってなかったわけですけれども、そういうこうね、何か良くないことが起こった時に何かのこうたたりだとか、何かの、ね、目には見えない怖い何かのせいではないかというふうに日本の人は考えてきたというところで、さっきの、何かのたたり怨霊ではないかとかですね、で直近で言いますと、節分が、ね、あったところですけれども、こういう目には見えない存在にそういうそういうものが病気を起こしているんじゃないかということで、鬼退治、鬼を払うということがありますけれども、その鬼というのがそういう実は、一面ではですね、人間のそういう汚れであったり病気とかっていうのを、その象徴であって、でそれを払ったりすることで自分たちが健康にいられるようにというかですね、そういう願いを込めてのお節分ということを、ね、行事としてやったりするというのも、多分共通して同じようなものなのかなというふうに思いますし、そうですね、何かその目に見えないものを大切にするというかですね、それはこう人の命とかですね、御霊を大切にするということともつながるようでもありますし、おっしゃっていただいた通りかなというふうに思います。結構私が所属している天台宗ですと、いろんな仏菩薩天人を礼拝して拝むということも当然あるんですけれども、実は同時に行薬流行人っていって薬病の神様
病気の神様も一緒にこう拝むことでそれを鎮めていくっていうような考え方があったりするんですけれども、あの三林さんの曹洞宗さんだとそういうことはあったりするんでしょうか。曹洞宗の考え方というのはでは分からないですけど、例えば節分の時にその福は内おりますとというふうに言いながら豆まきしますけど、うちの場合は、福は内で鬼も内というふうにお唱えして、やってます。なるほどですね、はい、鬼も内なんですね。鬼も内です、はい、鬼滅の刃ってね、まあ、漫画というかアニメがすごい流行ってました、うん、まあ、流行ってるのかな、流行ってたんですけれども、ちょっと言ってたのが、まあ、鬼は滅するんじゃなくて、まあ、鬼は払いましょうということを言ってたんですけど、それは何かというと、うん、さっきの話の続きにもなるんですけれども、その鬼という存在があることによって、そういう、まあ、自分の、まあ、良くないものであったりとか、その病気とかを、うん、まあ、それを払うことで持っていってくれると。全く鬼がいなくなったらそれはまた困るんですよね、それを持って行ってくれる人がいなくなるからっていうことでね。だから鬼は召してはいけないと、まあ、だから追い払うだけでいい。でまた来てもらって、でまたいらないというか良くないものをまた一緒に持って行ってもらうみたいな、そういう意味ではその鬼に対する優しさみたいなのもあるのかなと思ったりしてね、鬼もうちっていうのはね、そんなふうにも思ったりしました。関西にいると鬼の子孫が未だに現代に、ね、脈々とこう血脈が続いていますから、うんうん、私は大原ですけれども、すぐ近くの八瀬でしたら、うん、八瀬童子という、うん、鬼の子孫がいますし、で天台の千日開放業という修行と切っては切れない存在として、桂川の上記上満という、うん、お二人の鬼の子孫がいらっしゃったり、で真言宗だともちろん、ね、前期後期が、うん、いらっしゃったり、そういう、まあ、鬼っていうと角が生えて顔に青鬼で虎柄のパンツを履いてっていうイメージですけど、そうじゃなくて、まあ、人間により近い、まあ、存在としてずっとこう脈々と続いてきてる土地っていうのもすごく京都は面白いなと思います、うん、面白いですね、うんうん、亀岡というのは京都の隣にありますでしょ、でその亀岡と京都を隔てるところに老の坂という、まあ、峠があるんですけど、はい、でそこがあるもんで、その鬼がその、まあ、京都の北部の方から京都市内に向かってやってくるんですけど、そこで足止めされちゃってたらしいんですよ。で亀岡にはすごくたくさん鬼とか妖怪がたくさんいたというふうに大学の先生に教えてもらいました。やっぱりこう古い時代だと京都のなんていうんです、いわゆる洛中が結界のうちになって、はいはい、そこからこう周りになってくると、結界から外れてそういう地味魍魎がっていう、うん、東山の鴨川を越えるとそこはもう死体を捨てたりとか、うん、首切りの形状であったりとか、そういう、ね、汚れに深い場所っていう時代もかつてはあったそうですから、やっぱりそういう考え方っていうのの一つが、うん、その亀岡 その山を境にして、峠を境にしてっていう、ね、部分があるのかもしれないですね。靴掛けのあたり大江っていう、そうですね、うん、まさに鬼の天台宗の、自然観ということなんですけれども、天台の場合は涅槃経というお経から、草木国土湿海成仏というんですけど、草木であったり、国土この土地であったり、そういったものですら全てが仏性といって仏になるための成仏するための種をみんな等しく持っていて、いずれ仏になるという考え方があって、でさらにそこから、一歩踏み込んだ形で、三千草木湿海成仏、山も、川も草木であってもみんな成仏するんだっていうような、
考え方があります。でこの、天台のすごく独特な自然観っていうのが、現れているのが根本中堂というお堂の建築様式だと思います。どんな、人間であっても存在であってもみんな仏と同一になれるというのが、特徴ですので、根本中堂にお参りするとずっとこう、靴を脱いで回廊を上がってお堂の中に上がってっていう、進路を進んでいく中で一段ずつこう階段を上がっていって、最終的にはお参りすると自分の目の前の真正面にご本尊が立つんですね。普通ですとこう お堂に行くと一段こう高い位置にご本尊がいらっしゃるのが普通なんですけれども、根本中堂の場合は自分の目の前、目線の高さにある。でこれは、どんな存在であっても仏と一体になる、資格を持ってるんだっていうのをこう感覚的に、見せるような作りになっているんですね。でそういった、自然観というのが一つありますし、同時に、いろんな修行の中でも開放行という、山をこう足掛け7年で、千日、いろんな、仏跡であったり霊地であったり神社であったりそういったものを拝んで回る、修行があるんですけれども、その中でもやっぱりこう1年の中で100日とか200日、毎日毎日同じ時間に同じルートを歩いていきますので、そうすると春まだこう寒い時期からだんだん、春に向かって暖かくなって草木が芽吹いていって、で夏に向かって、青々と茂っていくというそういう、自然の変化であったりとか、同じ時間に同じ場所をこうお参りして回りますから、当然日がだんだん長くなって、移ろい変わっていくというそういうこう何て言うんでしょう、すごくまあ、ある意味苦行のような身体的に厳しい修行ではあるんですけれども、その中でも自然とのこう関わり合いというのは非常にこう強い修行なのかなと思います。神道の場合はですね、同じように神道数、自然崇拝ということでですね、昔からですね、あらゆる自然にですね神がまあ宿って、そこに神聖性、霊性を見て、そこにこう、ね、手を合わせて拝んできたということでございますけれども、我々自身もですね、あらゆるこう自然の恵みによって生かされている存在だということが非常に大きいかなというふうに思っています。皆さん朝ごはん、あるいはお昼ごはん、夜ごはんと、何も、ね、食べない日っていうのはないと思うんですけれども、よくよく考えてみると、そこにはですね、お肉だったり魚だったり、あるいは野菜だったりですね、いろんな生き物の命をこう頂戴しているということで、そういった命がないとですね、人間も生きていくことができないということで、でいただきますという感謝を捧げてですね、その命、いただくということになるんですけれども、一つはそういった自然に、感謝するというのが神道の場合は大事なことかなというふうに思っています。亀岡は、盆地 で霧がすごい深いところなんですよ。で本当に霧が深い時だと、そうですね、数十メーター先ももう見えなくなりますかね。で本当に、フォグランプがないともう車も見えないもうぐらいになります。でそれをそのちょっと山の小高いところから下を眺めると本当にその霧が本当に雲海のように見えるので、本当それは素晴らしい景色が見れるんですね。でところがでもそれで、我々はその雲海見に行って、ああなんか雲海が出てる綺麗だなというふうに雲海を眺めるんですけど、でもよくよく考えるとその雲海のがはどこから始まってどこで終わってるのかっていうのはよくわからない、考えてみると、どっかがなんか始まりっぽいところがあるんでしょうけど、
まあ、どこから始まっててどこで終わってるのかがわからないですね。で我々もその、呼吸をしたりとかするときに息を吸って息を吐いてるんですけど、これはどこからどこまでが私のもので、どこからどこが私のものじゃないかっていうのはよくわからない。でまあ、特にそのコロナになってから、いろいろウイルスのことが話題になりますけど、まあ、お腹の中とかには、まあ、ウイルスもいますし、でどこからどこまでがその私で、どこからどこからが私じゃないっていうのがよくわからない。で私自身は最近はなんかその自分と自然を分けるというふうな考えがどん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 なんかなくなってきて、あまりなんかその自然を対象として見るようなことがなんかここ 1,2 年はなくなっているかなという感じです。まあ、日本っていうまあ国がそもそもですね、自然が豊かなその 国で、で四季もあると、で春夏秋冬四季もあって非常にその自然のこう恵み豊かな、まあ、国だなというのが一つあるんですけども、京都ということをですね考えてみると、今ね上岡は盆地だというふうにおっしゃっていただいたんですけど、京都市内も、まあ、盆地になってて、その、まあ、南は大阪に向かって南は開かれてるんですけども、北西東と、まあ、それぞれこうぐるっと山に囲まれてるんですね。で、真ん中にはこう鴨川が流れてて、でまあ、三四水明というね言葉もありますけれども、京都の人たちっていうのはそういうこう自然とですね日頃からそう自然を感じて、自然とこうねうまく付き合ってきたっていうふうな生き方をしてた人たちだなというふうに僕は思ってるんですけども、私のいるその黎明神社ですね、黎明神社は東の山の36峰ってこう山が連なってるんですけども、そのうちの一つの、まあ、霊山という山になるんですね。でその、まあ、山にいるわけなんですけども、よくよく考えてみるとですね、この霊山のちょっと南側ですね、この南側、まあ、清水寺とかもあるんですけども、うん、南側に行くと、大谷さんの廟があって、大谷さんの、ね、墓地があるわけですよね。で昔はあの辺一帯をこう鳥居野という、ね、昔は鳥居野で、まあ、大体こう京都のこう北側と西側と東側にはいわゆるそういう葬送の場所がこう、ね、あったわけなんですけれども、まあ、私のいる南側だとこう鳥居野というところになるんですね。で東山のそのよりもちょっとこう西側に行くといわゆる六原、東山の六原というところにありまして、ちょうどそこがですね世とこの世の境になってて、で、まあ、六原珍王寺さんとかですね、小野の高村さんが使った井戸とかですね、地獄とつながって今さんのところとつながっているとかですね、まあ、そういう面白い話もありながら、まあ、ですので、まあ、今の現代に住んでいるとなかなかそういうのって意識しないんですけども、実は京都の町がそういう形で中心から外れていくと、実はその世とこうつながるような、私のいる東山だと六原があって、ここからそこが死者の国になっていて、で鳥辺野という埋葬地もあって、その続きにやっぱりこううちの霊山もあって、でそこにまあ墓地をこう作ることになるんですけど、まあ、それもすごく、まあ、納得するなというところがあって、でこれちょっと私の個人的な話になるんですけども、私のね子供の時にどうしてもその周りが山なんで、まあ、墓地でこう遊んでしまうちょっと不謹慎かもしれないですけども、まあ、子供の時は墓地でこう遊んでたんですね。でまあ、そうすると、まあ、もちろんその墓掃除を手伝いながらこう墓地で遊ぶんですけども、で私昆虫が好きでしたので、よく虫を探したりするんですねそうやってこう遊ぶんですけども、まあ、当然こうお墓があるわけですので、それには当然気をつけながらですね、倒したらいかいけないですし、当然そう気をつけながら遊ぶんですけども、全然訳は分かってないんですけど、そこに人のこうお墓があって、死んだらそういうお墓に入るんだなと、そうするとこの霊山の山の一部になるんだなと、死んだらその山の一部になるんだなっていうのを、わけは分かってないんだけども、子供ながらに、ああそうかと、遊びながらね、墓地に遊びながらそんなことを思って、
それからさっき言った話とつながるんです。よくよく考えたらこの辺というのは昔からそういう人のこうね、そういう早々の場所だったんだなとも思って、ですんでこうさっきのその人と自然がつながっているというか一部なんだなと、死んだらこう山にこうね、自分も山の一部になるのかなみたいな、ちょっと子供ながらになんか漠然とそういうふうに思ったことをちょっと今話をしててちょっとまた思い出したんですけども、三林さんのところではですね、はい、実は養蜂とかされてらっしゃるというのをちょっとお伺いしてたんですけども、どういう取り組みになるんですか？まあ、養蜂は、まあ、新福寺の、まあ、隣接して、神社があるんですけども、これはもともと新福寺のものだったんですけど神仏ぶりで、分けられてしまったものです。でその神社の祠のところにもともと日本ミツバチが生息してたんです。で、まあそれをまあとても今その日本ミツバチの環境が良くないので、でまあそれをまあまあ、なんていうか人為的にちょっと飼ってみようということで、日本ミツバチを、飼い出したんですけども、はい、まあ日本ミツバチ飼ってますっていうとなんかとても環境に優しいなんかナチュラリストみたいなんですけど、全然そんなことなくて、まあ日本ミツバチが、取ってきた蜜を横取りしてるという、うん、でもまあ日本ミツバチを飼い出してやっぱりその周りの環境とかに対してはすごいとても興味が湧くようになりまして、まあ今はいろんな作物でいうと、まあ、受粉をいらないような作物、まあ、遺伝子組み換えしてできていたりとかで、だからもう常にもうその種を買わないとできないような作物とか、あるいは逆にその受粉、日本ミツバチが減ってきたことによって受粉ができなくなってしまった作物とか、そういうのもありますし、言われているのは、農薬の影響で、まあ、日本ミツバチが減ってきてしまったとか、あるいはその、まあ、去年のようにすごい、猛暑になるともう日本ミツバチがなかなか耐えられないとか、そういうふうな問題が、いろいろに関心を持つようになったというのはあります。はい、お寺の取り巻く環境を考えたときに、まあ、うちのお寺ってまあ最初に言いましたように何もないというか、別に取り柄のないお寺なんですね。でそれは私すごく大好きなんですけど、で住職は別に大したことないでしょ。でだから本当にどうしようもないんですけど、でもお寺の魅力ってお寺のその建物だけじゃなくてそのお寺の周りの環境も含めたものだと思うんですよね。で新福寺の場合はそのお寺があるその、まあ、場所っていうのはその地域でなぜかわからないけどその土地がぐっと隆起してできたところに立ってるんですよ。で多分お寺をその建築したとか五海山さんが誰かというよりもそこをその聖地として一番最初に選んだ人が僕は一番偉いと思ってるんです。でまあそういう場所に立ってるんですけど、そのお寺をまあ、世の中いろいろそのどんどん風景とか変わっていきますけど、お寺はまあ比較的あまり、まあ、神社とかお寺は比較的あまりその、まあ、変わらないので、でそのどんどんその世の中変わっていく中で、お寺を一つの記憶のクラウドとしてなんか、できないかなと思った。でそれはそのお寺だけじゃなくてお寺の周りの環境を含めた、まあ、クラウド化っていうか、でどういうことかというと、その何かその自分たちの記憶ってその風景とかそういうところにその記憶を預けたりとか、そういうこと
をしてるそうなんですね。で、なんかその風景がどん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 変わっちゃうと、もう共通のその地域の記憶とか全部なくなっちゃうから、その周りの環境、お寺の取り巻く周りの環境を含めてなんか維持していくというふうなことで、始めたのが、もう今その放置されてる、竹竹林の整備だったんですけども。で、以前はそのすごくその竹林は昭和時代の昭和の頃は、竹もすごくお金になったらしいんですけど、もう今はどこももう放置竹林として荒れ放題になっているの でそれを整備を、始めました。で、その時は亀岡市とでから、大学と共同で、整備したんですけど、で、竹を、ただ切るだけじゃなくて、隅に炭化して、でそれを、地中に埋めると。で、これはその、地球温暖化に対してCO2 を削減してゼロにするだけではもう追いつかない、もうマイナスにしないとダメですよということで、炭化して、CO2 をもう閉じ込めて地中の中で安定した形でもう収めちゃうというふうな、活動を若干してました。若干してたんですけど、そのやり始めて気づいたのは、いつまでたってもその放置竹林はなくならないし、もう気がつけばそこら中にある放置竹林が。で、これはその例えばそのゴミ拾いを始めると、もうあらゆるところのゴミが気になってしまうようなものだと思うんですけど、結構これ多分不幸だと思うんです。もう常にもう気になってしまうので、でちょっとなんか、考え方を変えようかなと思って、るところです今。はい、もともと大原あれは、東部西部で実は違うんですけど、三千院が今中心のような形で周りに、寺院が点在している、大原東部の、中に実行院があるんですけれども、もともとはあの辺り一帯が一つのお寺だったわけですよね。で、そこに最盛期は49院、僧帽があって、で100人余りの修僧があそこで、修行をしたり、称名の伝授をしたり研究をしたり、で片や、念仏の功で、相続入り乱れていろんな人が寄り集まって、迎え子をやったりとか、ああいった、儀礼がねたくさんあったんですけれども、そういう何て言うんでしょう、非常に、活気のあった時代があれば、当然、衰退してきて、今に、つながってくる時代というのはすごくこう衰退の一途をたどってきてるんですけれども、一つはやっぱり、明治維新というのが大きかったですね。で、そこで、大原というのは宮中の汚染暴行といって、天皇の会期の法要ですね、三会期とか七会期とかの法要に非常に密接に関わりがあった。で、それに対して当然朝廷からお金が貸しされてたわけですけれども、そういったものが明治維新とともに途絶えてしまう。で、同時に寺が事業として、田畑であったり山林を所有してました。で、これが、上地令という法令でもって全部こう国有地になって取り上げられてしまいましたね。そうすると、大原はもともと檀家制度の下で成り立ってたお寺ではありませんし、で信者もない、でもともとは念仏校でみんな寄り集まって念仏したり称名を研究するというようなお寺でしたから、そうすると当然経済的に成り立たなくなってくるわけですね。で、そうするとわずか数十年の間で、幕末時点で8号
8つ僧帽があったのが、わずか数十年で半分になってしまう、うん、でその後なんとかこう お寺が持っている寺領が一部返還されて、うん、それで少し、まあ、生活できるようになってくるんですけれども、また今度第二次大戦の後の農地解放でこれがまた全部没収されてしまう、うんうん、でこれでお寺はすごく、まあ、困窮してくるんですね、うん、そうすると住職をしているんですが、お寺では到底食べていけませんので学校の先生をしたり、うん、役場に勤めたり、するわけですよね。でそれがだんだんと、なんて言うんでしょう、大原という場所が観光地として有名になってくる中で、うん、少しそれでお寺の維持ができるようになってきたりはするんですけれども、それでもやっぱり、本堂少林院というお堂が、うちの実行院の本堂にあたるんですけれども、ここはやっぱり一つの大きなお堂ですし、そこに対しての信者や檀家がないというのもあって、非常にこう、まあ、存続に苦労をしているところではあるんですけれども、うんうん、やっぱりこう大原というのはすごく、なんて言うんでしょう、自然が豊かというのももちろんあるんですけれども、なんて言うんでしょうね、昔ながらの生活がまだ若干ですけれども残ってる部分もありますので、そういった場所でこう暮らしてると、私も生まれは山形の田舎ですので、そういったところとのなんかこう共通点も感じて、なんて言うんでしょう、自然の中で暮らすっていうことに対してすごく落ち着きを感じるというか、うん、心の平穏を得られるというか、うん、そんな生活ですね。うん、まあ、コロナ禍になって、まあ、一番最初に、まあ、私がやったのは、まずは、まあ、もともとテレビはほぼ見ないんですけど、まあ、テレビは見ないと。で、ネットもほぼほぼ見ないというふうにまず決めてというか、で、ご祈祷を始めました。で、まあ、ご祈祷を始めたのはそのコロナ収束とかそういうことじゃなくて、私の場合は、初縁吉祥というのを、お祈りして、ご祈祷させていただきました。でこれなぜかというと、その、まあ、コロナだけの問題じゃないと思ったから、でコロナが収束したからといって何か問題が解決するわけじゃないかなと思ったから。でもう一つは、すごくその科学的な正しさを求められるようになって、もう言葉行動とか、発言とかそういうことにすごくその科学的なエビデンスみたいなのを求められるようになった。でも考えてみたら私自身はもうそれまでそんな科学的なエビデンスとか正しさとかいうことを考えて生きてきたわけではないし、でそんなことは到底できない。でその中でその自分の、自由の領域というか、私はもうこれをその、まあ、ご祈祷をすると、それをまあその科学的エビデンスなんか全くないわけですけど、それをやるなんか自由っていうのを確保したいというか、そういう思いも、あって、ご祈祷をずっと続けてました。まあ、当然大原というのは観光寺院として、近年、ほぼ形が形成されてきたような場所ですので、このコロナ禍においては当然参拝者数というのは減ってくるわけですよね。なんて言うんでしょう、お寺のことは同じように粛々とやっていかないといけないんですけれども、まあ、参拝者が減って少しなんて言うんでしょう、まあ、余裕ができた、時間的な余裕ができたということもあって、まあ、その分、いろんな調査であったり研究であったり、まあ、そういったところに、まあ、時間が割けて、ある意味でそういう意味では
すごく充実した時間が帰って過ごせたかなというふうには思います。で、コロナ禍で社会が不安定な状況ですので、やっぱり皆さんすごくこう不安を抱えていらっしゃって、でそんな中で少しこう心の平穏を得たいというのでいろんなお寺に、参っているという方もいらっしゃいますし、大原っていうのは少し洛北で市内からは外れますので、そっちだったら、密にならずにお参りできるんじゃないか、少しこう自然に近い環境ですのでゆったりと、時間が過ごせるんじゃないかという方がお参りに来られたりするんですけれども、そういった方と、対応をして、触れ合うことになるんですけれども、なんというんでしょうね、そもそも論になるんでしょうけれども、仏教的な感覚でいくと、世の中が安楽であるはずがないというのが、根本的な部分ですので、そもそもこの世っていうのはいろんな迷うことが、いっぱいあるし、思い通りにいかないことだらけですし、苦しいことだらけだから、そこにいかにして、平穏を見つけていくか、でその一つが、お寺でゆったりとした時間を過ごす、景色を見て、庭園を見て、ご本尊仏様と向かい合って、そういった、心の平穏を得ていくというのも一つ当然あるとは思うんですけれども、そもそも人生なんて、ままならないものですから、あんまりこう何て言うんでしょう、どん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 今当たり前だったことが当たり前にできなくなっていく、財政的にも苦しい状況に追い込まれていくといった時に、やっぱりこうすごく良かった時点のことがどうしても人間基準になってしまうので、そこからだんだんこう不自由が積み重なっていくと、自分はどんどんこう落ち目になっていって、気分も落ちていくし、自分はもうダメなんじゃないかって思いがちなんですけれども、やっぱりそうではなくて、そもそも人間ってそういうもんですから、今まで当たり前だったと思ってたことがそうじゃないんだっていう、なんて言うんでしょう、気づきを得る一つのきっかけになっていけるんじゃないかな。でそうすると仏教的な価値観でいくと、なんて言うんでしょう、そもそも本当に人生というのは苦しみで満ちていて、いかにそこから平穏に向かっていくかっていうと、仏の境地に近づいていく、でそのために日々こう、なんて言うんでしょう、修行をして、場合によっては五章ですよね、で自分が亡くなった後に例えば、阿弥陀仏のもとへ行って説法を聞いて、やがて本当に成仏して仏になるっていう、安心って言いますけれども、安心感を得る、でそういったなんて言うんでしょう、ずっと日本はある程度こう安定した時期を長く経て、お寺っていうのはよく批判されて葬式仏教なんて言われてましたけど、そういった、安定した時代を長く経てきましたけれども、一つ、なんて言うんでしょう、仏教のそもそもの原点に立ち返る機会を得たのかなというふうにも思いますね。私も天野さんとすごい、近いところがあって、自分自身はですね、コロナ前もコロナ後もそんなには変わることはあまりなかったかなと思うんですけれども、ただそのコロナ禍になったことで、今まで当たり前だったことが当たり前じゃないということが、結構あることに、気づくというか、今までその考えてなかったけども当たり前じゃなかったんやなということに気づいて、そういうことに感謝ができるというかね、自分を見つめ直したり、そういう時間が持てたことは、ある意味では良かった部分ではある、コロナ禍でいいとは全然言えないけれども、唯一そういうふうにね、そんな時間を持てたのは良かったかなというふうに思ったりもしてますね。
で、まあ、うちの神社もですね、そんなにもともと人が来るような神社じゃないんですけども、まあ、一般向けの、その、ね、神社というよりは、お檀家さんですね、社中さんがいる神社ということになりますので、それでいくとですね、いわゆるこう、まあ、仏教でいうと法事ごとですね、お祭りごとが、まあ、のきなみちょっとどうしても集まることができないということになりましたので、本来ならできたお祭りが、まあ、供養といいますかですね、まあ、神社の場合は慰霊祭ですけれども、まあ、何年祭とかですね、そういったお祭りごとがちょっとできなかったというのが、うん、まあ、去年、まあ、今年もまた続いてますけれども、そういうことに対して、まあ、どういうふうにですね、まあ、神社としてはその皆さんと向き合えるかと。でお祭りごとはこれは欠かさずやらせてはもらうんですけれども、そういうこう集まれなかったとかできなかったという皆さんがどこかね、こうここ気にされているというか、ね、気がかりになられているというところ、そういう部分とね、こうあと寄り添えるかなとかですね、そういうことはちょっと考えたりもしましたし、オンラインというやり方がね、どうしても今増えてますけれども、オンラインというやり方でやるのも、まあ、もしかしたら、まあ、一つの方法でもあるだろうし、まあ、それを別に否定しようとも思わないですし、まあ、そういうやり方もあるかなとは、ね、思ったりも、ね、しましたね。でそのこういう時だからこそ、その祈るということもちょっと皆さん改めて考えたんじゃないかなというふうにも思っていて、神社とかお寺に行きたいけども行けないということ で祈るということを改めて考えた人たちも多かったんじゃないかなというふうに思ったりもしていました。はい、それでは、最後に今の社会で生きる人たちにメッセージをということで、私は晴れと気をうまく作りたい、まあ、作ってほしいという意味で書かせていただきました。で、まあ、どういうことかと申しますと、神道ではですね、この、まあ、晴れと気という考え方がありまして、まあ、一般的にも使いますけども、日常が、まあ、気で、非日常が、まあ、晴れなんですよね。で例えば神社のお祭りなんかは、まあ、晴れということですよね。で日常があるということ でよくよく考えてみるとですね、神社空間に行くときもですね、まあ、鳥居があって、でそこには神様のいらっしゃる、まあ、聖なる場所で、私たちのところは、まあ、俗と聖という形で、実はこれはもう晴れと気を分けているとも言えるわけですね。でこの、まあ神道フレームワークといいますか、こういうのをですね、うまく生活の中に取り入れてほしいなというふうに思ってまして、多分ですね、今のこのコロナ禍とかであってもですね、上手にそれができている人たちもいるんだろうなと思うんですけれども、どうも生きづらいなと思っている人なんかにはぜひですね、こういうのを意識してみてほしいかなというふうに思ってるんですけども、まあ、どういうことかといいますと、例えばですね、今自粛するという生活を余儀なくされているわけなんですけれども、それを例えば1週間ちょっと我慢して、まあ、これが気ということですけれども、1週間我慢できたら自分にご褒美をあげるとかですね、まあ美味しい、まあ、中のスイーツを買って食べるとかですね、で、まあ、自分の中でうまくこう晴れと気をこう使い分けるというかですね、で一つその我々の生活の中で、苦しみとか悩みとか不安とかが生まれるというか、そういう状態が続く一つは、ずっと気が続いているとか、ずっと晴れが続いている中に、実はそういう切り替えができないところに、そういう苦しみとかが生まれているんではないかなというふうにちょっと思っているところがありまして、まあ、例えば我々のその、まあ、コロナ前かもしれませんけど、日常生活を振り返った時に、毎日がすごく楽しすぎる生活というか、境目がないような、毎日こう飲み会をしてたりとか騒いだりとか、そういうことばかりずっとしてたらちょっと疲れたりとか、あるいは、まあ、気という方で日常何も、まあ、ないというか、慎まやかにずっと暮らしすぎていて、だんだん自分の気持ちがしんどくなって、まあ、まさに今がそういう気なのかもしれないですけれども、そういう状態がずっと続くとやっぱりしんどくなってくるので、うまくこの晴れと気というのを自分の中で意識的にこう作り込んでいってもらったら、こ う, うまくですね、気持ちを切り替えて
生活できるんじゃないかなというふうに思ってまして、特に神道の場合はこう毛から晴れに入るんですけど、まあ、お祭りする時なんかは先ほど申してました、まあ、払うということですよね、まあ、払うことによってリニューアルすると、新しいまた自分になって気持ちを切り替えてまた次の日常に戻った時の生活に戻るというような、そういう晴れと毛をですね、うまく自分の中で作って、暮らしてもらえたら、少しは生きやすくなるんじゃないかなというふうに思います。木か御座と読みます。さまざまなご縁の中で、生きています。この先、経験したことがないようなわからないことが、起こっても、それを認めて、自分に、立ち返って、生活していきたいと思います。はい、自然も私も皆仏というふうに、書きました。天台宗は法華経が一番根本の法経典ですけれども、この一番の特徴はやっぱりどんな存在であっても仏になれるということなんですね。自然もそうですし、自分自身も仏と同じ穏やかで聖なる存在になる可能性をちゃんと秘めている。で、それはある意味ですごくこう救いになることではないかなと思います。すごく今不安定で、まあ、情勢も落ち着かない世の中ですけれども、そんな中で苦しみながら悩みながら生きてる自分ですら、すごくこう何て言うんでしょう、高みにいらっしゃる御仏と同じような存在になれる可能性がきちんと示されてるというのが、一つの救いになるんではないかなと思います。そういった、ところを、お寺にお参りに行ったりとか、自然と触れ合ったりする中で、まあ自分も仏になれるんだ、穏やかな存在になれるんだという、まあ何て言うんでしょうね、安心感を得られるような、ことになればいいなと思います。